はい、こんにちは。治療科の岡田裕二です。今日お伝えさせていただきたいテーマはこちらですね。アトピーの潜在的な原因、拒絶と否定というのを今日お伝えさせていただきたいと思います。で、今日は特に、アトピーで悩まれている方であったりとか、アトピーの治療とかされている治療科の方ですね、見ていただけると、アトピーのその本質的な問題というのはどういうところにあるのかというのを、お伝えさせていただくので、何かしらの参考になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。で、私の治療院の方にもアトピーの方はすごくたくさん来られるんですが、やはりある程度、たくさんの人見てると共通点があるんですね。共通点で、新しくアトピーの人にはこういう共通点があるんだっていうのがあるので、それを今日はシェアさせていただきたいと思います。で、それが、まず一つはその潜在的なメッセージってやつですね。よくこういう体のメッセージマップって言って、要は体に出る症状とか病気というのは、こういう背景がありますよっていう、単なるその体の問題ではなくて、潜在的な問題、その心の問題の表れとして体とか、体には症状とか病気が出てきますので、なのでその潜在的な問題っていうのがこういうのがありますよっていうのはある程度結構決まってるんですね。で、それで言うと、お肌に出る問題、皮膚に出る問題っていうのはこういう境界線とか評価っていう意味がありますよっていうのを過去の動画とかでもね、お伝えさせていただいてます。で、要は人との境界線、要は人間関係での要は境界線ですね。いわゆるトラブルであったりとか、あと人間関係で何かこうストレスを抱えている部分だったりとか、あとは評価っていう、他人への評価とか他人からの評価っていうのを人一倍気にする、人の目線とかをすごく気にする方であったりとかっていうのは、どうしてもお肌にいろんな問題、トラブルとして出てきやすいですよっていうことなんですね。で、それの一番分かりやすいのが人間関係なんですが、その中でもね、前回はその境界線とか評価っていう部分で終わってたんですが、ちょっとさらに踏み込んで、その境界線評価っていうのをさらにどういうものがあるのかっていうのを、具体的に言うと、その一つが拒絶ですね。拒絶、あともう一個は否定です。で、拒絶っていうのは対人に対して、誰かに対して拒絶してる人がいるとか、今じゃなくても過去にこの人だけはもう許せないとかっていうね、そういう拒絶してる人がいる、もしくは、拒絶されてる人がいるっていう部分ですね。自分がしている場合もあるし、されているっていう場合も結構あったりします。で、あとはもう一個は否定ですね、否定している人がいるとか、否定されている人がいるとかっていう形で、何かしら対人に対して拒絶とか否定っていう、こういうネガティブワードっていうのをずっと抱えている方っていうのは、非常にアトピーが出やすくなります。一度アトピーが収まってても、こういう形で、例えば対職場で対人に対してすごくこう拒絶している人がいるっていう部分とかの方がおられると、あとまたアトピーが出てきたりとかね、そういう形で結構この辺が結構ワードとして今お持ちの方でアトピー出てる方はもしかしたらある可能性があるので、ちょっとこの辺はチェックしていただくといいんじゃないかなと思います。で、こういう形でそのアトピーのお肌に出る問題というのは、皮膚に出る問題というのは、こういう潜在的なメッセージが必ずありますので、まず大事なのは、自分にこういうのがないかって、今、例えば嫌いな人、拒絶している人、否定している人がいないかどうかっていう部分であったりとか、人からの評価を気にしすぎてたりとか、あとその対人関係のストレスですね、の部分で、必要以上にストレスを感じてないかっていうところが、チェックする必要があるかなっていう部分ですね。で、もちろんアトピーの原因ってそれだけではなくて、こういう潜在的なメッセージプラス、ここに書いてあるようなその環境ですよね。もちろん食事も大事ですし、天候、気候によって出たりとか引っ込んだりとかする場合も結構影響を受けますし、あと化学物質とかっていう部分とかも結構あったりとかしますし、ここには書いてないんですけど、その天体ですね、星の運行とか流れの部分の敏感な人だったら影響を受ける方もおられたりもしますし、そんな感じで結構いろんな要素が複雑に絡み合って、お肌に出る問題っていうのはあるんですね。なので、アトピーっていうのは非常に他の病気とか他の症状と違ってすごく治りづらいっていうのと、あと時間が結構かかるっていうのがやっぱあるんですね。それはこういう問題がすごく複雑に絡み合っているっていうのが一つあります。
それとあともう一個ですね、非常に重要なのがそのアトピーっていうのがいつから発症してるのかっていうのが結構ポイントなんですよ。いつから発症してるのか、例えば子どもの頃生まれてからもうすぐアトピーになってますっていう方もおられたら、大人になってからっていう方もおられるし、なんか中高生のぐらいの時からアトピーが出始めたっていう方もおられると思うんですね。でそれがいつから出てるのかっていうのが一つポイントになってきます。でその分かれ目が、一つはこの、まあ、7歳って書いてますが、だいたい6、7歳の頃ですね、6、7歳、まあ、この辺が一つの大きな分かれ目なんですね。だいたい6歳ぐらいまでで、その潜在意識、まあ、要はあの胎児の頃から潜在意識っていうものにいろんな情報が入ってくるんですが、その6歳ぐらいまでにある程度潜在意識の中にそのベースね、その人の生きていく中でのそのベースとしての価値観っていうのがやっぱり植え付けられるんですね。でその価値観のベースっていうのは大体まあ親になるんです、両親になるんですが、その親の価値観とかその住んでる環境とかの価値観、まあおじいちゃんおばあちゃんもあるかもしれないですし、まあ、そういう価値観っていうのが、まあ、大体6歳7歳ぐらいまでに植え付けられるっていう、そこをベースにしてしまうっていう部分があります。なのでそのアトピーっていうのも、結構6歳とか7歳までに発症したのか、もしくはそれ以降に発症したのかによって全然その原因が変わってくるってことです。で大体、まず6歳までですね、6歳7歳まで、要は生まれてからすぐアトピーとか1歳2歳でアトピーが出ましたっていう場合であれば、そのまだ幼少期の頃でまだ自分の自我っていうものもほとんどない状態でね、例えばさっきみたいなこういう人に対しての評価とかは気にするかっていうと気にすることないじゃないですか、小さい子供が。であと拒絶とか否定って、小さい子供は誰々に対して拒絶とか否定っていう感情を持つかっていうと持つことはあんまりないんですよね。でじゃあ、6歳まで例えば生まれてからすぐアトピー出てる子っていうのは何が原因かっていうと、これが、毎回言ってる、お母さんの情報なんですね。これはお母さんの情報なので、6歳7歳までに発症してる、アトピーが発症したのであれば、おそらくそれはお母さんのこういう潜在的なメッセージがそのまま出てると思ってもらって間違いないと思います。なので、お母さんが例えば、すごく対人関係のストレスを抱えてる、人の評価を気にするとか、例えば、誰か妊娠中に拒絶している人がいたりとか、すごく否定されてたりとか否定してた人がいるとかっていう部分が、例えば妊娠中にそれがあると生まれてすぐそれが、形として赤ちゃんに出てくるってことは普通に考えられるってことです。まあ、そういう形で、6歳7歳ぐらいまでにお母さんがすごくそういう、まあ、あの拒絶とか否定されてるとか否定してるとか拒絶されてるとか拒絶してたとかっていう思いがすごく強ければ、それが形として赤ちゃんとか子供に出るっていう部分があります。でこれは臨床上非常に多いです、非常に多いです。なので子供に出てるからっていう子供だけの問題ではないってことなんですね。こういうエネルギーの世界、潜在的な、世界で見ると、それはお母さんの情報として出てるってことが非常に多くなってきます。だからといってそれがお母さんが悪いわけではなくて、まあ、そういうものなんですね。なので誰がいいとか悪いとかっていう悪いもの探しをしているうちは一向にアトピーとか、こういう病気症状って治りませんので、誰がいいとか悪いとかではなくてそういうものなんですね。なので、そういう情報として出てしまってますよってことです。で6歳7歳以降に突然、まあ、アトピーが出たとか、なんかお肌に湿疹とかね、ジンマシンとか出てる場合っていうのは、その子自身の抱えてるこういうストレス、対人関係のストレスっていうのがある可能性が高いってことです。なので、まあ、それがミックスになっている場合ももちろんありますので、明確に6歳以上だからこれとか7歳以上だからこれとかっていうわけではなくて、そこはグレーなところもすごくあるんですけど、まあ、一つの目安としていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、そういう形で見ていくと、6歳までに出てて、ずっとそう幼少期、要は赤ちゃんの頃からアトピーがあって、大人になってもそれが治ってませんっていう部分であれば、まあ、私たちの治療をしていくんであれば、それは幼少期のお母さんの情報も含めて治療していくっていうのがベストなんですね。なのでその辺はちょっとなかなか、自分では難しいかと思うんですが、実際、まあ、自分でね、もし、まあ、アトピー自分が抱えている、もしくは自分の子供がアトピーになっているとか場合であれば、
そういうまずこういうのがないかっていうのに気づくっていうことがすごく重要になってきますので、それだけでも結構改善の方向に変わっていくんじゃないかなと思いますので、まあぜひこの辺は参考にしていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、今日はちょっと深い話ですが、アトピーのその本質的な問題ですねのところをお話しさせていただきました。なので、まあ、ちょっとこういう潜在的なメッセージね、まあ、こういうのは非常に重要になってきますので、7歳、6歳、7歳までに出たのか、それ以降に出たのかっていうのもその辺も含めてチェックしていただけるといいかと思います。ということで、まあ、こういうちょっと深い、なかなか表に出すようなことはないような話もちょっと YouTube でアップしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ではまた、お会いしましょう。さよなら。